どうもチカリタ TV の田代チカラです。今回なんですけど、2021シーズン僕はスリランカリーグで戦うことになったんですけど、僕自身が考えるスリランカリーグでプレーするメリットっていうのをお話ししていこうと思います。新しいチームを探すにあたって、僕の中で少しだけ条件っていうのがあったんですけど、まずはチームを見つけることっていうのが一番重要で、プレーできる場所がなければサッカー選手でいられないので、まずはそこが一番なんですけど、プレーする国のトップリーグであることっていうのが僕の中ではすごく重要にしていたポイントです。その理由としては、トップリーグの場合はほとんどがテレビ放送だったり Facebook などで中継をやってたりするので、まず映像の部分で露出があるっていうのと、そのトップリーグで結果さえ出せば露出がある分他の国へ移籍することだったり、そのリーグでいい順位を取れればそのまま国際大会の出場権を獲得できたりというところで、すごく重要な部分でした。なので最初にお話をいただいた時に、まずトップリーグであることっていうのと、チームと話した時に条件面についてなんですけど、細かいところに関してはまた改めて話せるタイミングがあれば話したいと思うんですけど、月にもらえる給料、固定給に関しては全然良くないです。それは全然高くないんですけど、飛行機の往復を出してくれて、で家を用意してくれて、食事は3食用意すると、ざっくり言うとそういう契約だったので、普通にその国に行けて家があって食事があって、まああと僕がお金を使うとしたらカフェに行ったりとか補食を買ったりとか、基本的にはそういう部分でしかお金を使わないと思うので、それに関しては全く問題ない金額のお給料なので、最初に国の一部だっていうところで話をもらって、条件面も最低限サッカーに集中できるものがあったので、僕としてはもう迷わずというか、ぜひやらせてほしいっていうことでチームとは話しました。でその中で最初に挙げたそのメリット、国の一部リーグっていうことと、でもう一つ次に大きなメリットが、2021シーズンからスリランカのリーグはプロサッカーリーグとしてスタートするということです。もともとサッカーリーグは存在していて、過去に日本人選手も所属してはいたんですけど、詳しくはわからないんですけど、おそらくプロ選手もいたとは思うんですけど、プロアマ混合というか、日本で言ったら JFL みたいな形だったと思うんですよ。そういう中でスリランカではスポーツで国を盛り上げようということで、いろいろなスポーツ、向こうだとクリケットとか有名で、クリケット、野球、バスケ、サッカーとか、そういうメジャーなスポーツをプロ化させてスポーツで国を盛り上げていこうっていう、スリランカ全体のそういうスポーツ業界での政策があるっていうところで、一月にもらえるお給料っていうのは今回少ないんですけど、2年目3年目ともしプレーすることになったら、金額とかがすごい上がり方をしたりもするんじゃないかなと、そういう可能性もあるんじゃないかなっていう、全くわからないですけど、今からスタートするのですごく面白いんじゃないかなと、楽しみなリーグなんじゃないかなと僕自身は思っています。そういう新しくプロリーグとしてスタートする年にプレーする日本人として、僕の他にも同じチームに加入する選手はいるんですけど、僕らがいいプレーできなかったら日本人を外国人枠で取るっていうことがなくなってしまうかもしれないっていうプレッシャーもあるんですよ。逆に言えば、僕らがすごくいいプレー活躍できれば、俺らのチームも日本人を取ろうよとかっていうことになって別のチームが動き出すかもしれないし、そういう意味ですごくいいプレッシャーというか責任感を持ってプレーできるかなと、スリランカサッカーを開拓していくみたいな、すごくやりがいのある新しいチャレンジなんじゃないかなと僕自身は考えています。僕が今考えてる大きなメリットはその2つですね。その国のトップリーグであるっていうことと、新しくスタートするプロリーグだということ。正直言ってみないと、どんな環境か、どういう雰囲気なのか、今日本にいる状態だとわからないし、行ってみないと本当にわからないんですけど、僕の頭の中ではすごくやりがいもあるし楽しいし、いやもう楽しみでしかないんですよ本当に。なのでまあ今後もちろん YouTube で情報だったり現地の様子を発信していくので、街の様子もそうですし、そういうスリランカサッカーってどういうものなのか、これから始まるプロリーグどういう雰囲気なのか、そういう部分も日本に伝えられればと僕は思ってるので、また現地に行って発信する僕の YouTube の動画をぜひ楽しみにしていただければ嬉しいです。今回は2021シーズンプレーすることになったスリランカリーグでの
プレーするメリットについてお話しさせていただきました。他にもいろんな要素あるし、サッカー以外の部分で言ったら一年中暖かいとか、あとは海がすごく綺麗とか、そういう部分もあるので、本当に行くのが楽しみで、早く現地に行ってプレーしたいという思いです。引き続き日本でやれる準備をしてリーグ戦に向けて頑張っていきたいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。